こんにちは。こんにちは。寝起きマンです。亀さん、綺麗ありがとう。おたけさん、バラ、ちいさん、花びらありがとう。コナンさん、花びら、テキサスのロンスターさん、バラありがとうございます。こんにちは。もう寝すぎました。11時半に起きました。渡辺さん、団子ありがとう。カンさん、花びらありがとう。西さん、マウナさん、花びらありがとう。体がバキバキになりました。そう、寝すぎた。福ちゃん、アルテミスさん、わたけさん、やすべえさん、みつさん、ありがとう。疲れ様です。もうメイクは今日はしなくていいや。あちゃん、花びらありがとう。かまちゃん、団子。はるさん、花びら。ふくちゃん、桜餅ありがとう。マポスさん、ペンギンありがとう。ペンギン団子、なんて名前だ。ペンギンちゃん、こんにちは。もうね、昨日の夜から筋肉痛がやっぱ始まってて、案の定今バキバキマンになっております。さっきのペンギンは、お花見ペンギンだった。短足さん、ドットさん、ジャーパングさん、楓さんありがとう。ネロケンさんありがとう。 A ちゃん、桜餅。スプマンテさん、桜餅。フジヤン団子。いっちゃん、花びらありがとう。こんにちは。みんなより遅く、今日始めました。まだ今日始めて1時間ぐらいです。初心者プレイヤーです。よろしくお願いします。今日の気温はいかがですか？寒いですか？寒そうですか？激寒。網膜張り行けます。わあ、早い。よろしくお願いいたします。明日はなんかいろんなメンバーのセレモニーがあるらしいですね。生誕と卒業と、明日幕張があちこちで集まりがあるみたいなので。お別れのメンバーにお別れしてください。スマンテさん、ハートありがとう。スリサルさん、花びらありがとう。こんにちは。風邪ひいた？そりゃ大変。もう今すぐ寝るしかない。お薬を飲んで、そうはいかないか。今日も普通に平日だもんね。あったかいもの食べてください。体調気をつけて。お大事にだよ。陣内さん、お疲れ。秋元さん、団子ありがとう。こんにちは。いや、寒暖差すごいよね。ねえ、本当に。しかもさ、リハーサルとか行く時って大体室内にいるからさ、終わった後の気温が分かんなくて、行きはちょうどよくても帰り寒かったりして難しいです。トシさん、花束ありがとう。こんにちは。
夜の配信できたらやりたいですね。今日はできるかな、未定です。未定でございます。こうさん、花びら、スプマンテさん、ハートありがとう。春尾さん、団子ありがとう。こんにちは。うん、そうだよ、明日祝日だよ、だからお話し会があるよ。そうですよ、祝日。まるさん、ハート。マポスさん、桜餅。にしさん、スプマンテさん、ハートありがとう。いや、夜配信はあれです、ちょっとあの同部屋によります、同部屋によりけりです。なので昼配信してる。そう、マポスさん、レインボースター。渡辺さん、団子。さとこさん、レインボースター。あれ、ロンダン。レフトさん、レインボースター、ありがとう。そう、メンバーによりけりです。しんちゃんさん、ハートありがとう。こんにちは。服も決めました。そう、昨日は服決めで寝るのが遅くなったんですよ。2時ぐらいまで服を考えてたどうしようどうしようって言って、一人試着会が始まり、鏡の前に立って、ああこれやっぱ違うかも、ああ違うかもって言って、それで寝るのが遅くなったら起きるのが遅くなっちゃいました。神戸のマーチさん、花びらありがとう。ビーディーマンさん、ハートありがとう。試着会、ジャッジしてくれる人がいなくて優柔不断だからね、決まんなかったです。スプマンテさん、しんちゃんさん、いっちゃん、ハートありがとう。こんにちは。わっちさん、花びらありがとう。自信を持ってって。分かった、分かりました。楽しみです。明日、明日が終わったらしばらくリアルイベントないので、みんなとしばらく会えないです。寂しいですね。かいちゃん、タコありがとう。わあ、半身以来、じゃあ2ヶ月ぶり、よろしくお願いします。待ってます。ミッチーさん、花びら。なんでさんついてるの。ミッチーさん、お断りです。名前変えたの。クックさん、団子。メロンのあそこさん、花びら、ありがとう。ありがとうございます。しんちゃんさんとスプマンテさんもハートいっぱいありがとう。かいちゃん、風呂敷ありがとう。淡路島以来の予定、じゃあ1ヶ月半ぶりかな、多分。明日会えない方はまた4月以降のスケジュール決まって、会えそうな時にまた待ってます。どうなるんだろうね、次4月以降はね。茶太郎さん、だるまありがとう。ミッチーかわいい、ありがとう。あ、名前戻った。アルテミスさん、花束。響さん、推しだるま。
ありがとう。カズヤさん、ハットありがとう。僕の好きな頭です。これですか？これ、あ、これね、前髪止めてるの好きって言ってましたね。そうだよ、今前髪下ろしたらもうボソボソちゃんです。もう切らなきゃ。今日配信あったら切ろうかな。今からこの前切ったのに、切ってこの長さです。この前はこの辺までだった。眉毛と毛先の中間ぐらいまでは切りたいですね。長い、長くて困っちゃう。マー君、桜餅ありがとう。おっさんずさむさん、花びらありがとう。ありがとうございます。マポスさん、お団子ありがとう。ね、前髪伸びました。そうだよ、失敗したら明日さ、みんなに笑われるから、ツーショットで切りすぎないようにします。あ、そうだよ、4月29ってコメント見て、えって思ったけど、そうでした。さっき、そうですよ、みんな、みんな、高崎綾子推しの者たち、鈴木彩香ちゃんの最終活動日がついに発表されました。4月の29日です。4月29日ですね。こちら、鈴木彩香最終活動日のお知らせ。卒業公演が最終活動日で、全国ツアーじゃなかった、間違った、7周年ツアーの次の日です。7周年が4月28日日曜日に兵庫県で行われるんですけど、その翌日29日の月曜日祝日にあやっぱの卒業公演があります。出演メンバー発表されてないけど、もう大好きな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 パンちゃんなので、絶対にもう出演する気満々でおりますので、高崎綾子推しの皆さん、そしてあやっぱ推しの皆さん、この日はね、ぜひパンちゃんの最後のアイドル姿を見てほしいなと思います。見てくださいね。予定をぜひ開けて、予定を開けてぜひよろしくお願いします。もう泣きそう。早くない？早い。ちょっと1日空けといてくださいね、この日は予定をね。で、ファンレター受付は26日到着分までです。だから消印有効じゃないです。消印は有効ではありません。消印無効です。4月26日金曜日の到着分まで。プレゼントも26日金曜日の到着分まで。そしてメールは29日月曜日まで。ファンクラブとかのそういうSTU ファンクラブね、公式サイトとか あのブログとか、そういうのもショールームも29日までで、メールの新規登録は26までです。だからだいたい29までだけど、プレゼントとファンレターと新しくメール取りたい人は26までだよっていうお知らせが今日出てますので、パンちゃんの最後の日、ぜひ皆さん一緒にお別れをしましょう。うん、4月末でお別れです。悲しい、悲しい、やめないで。そうだね、 DMM 配信もきっとあると思うので、配信の方でもぜひね、あるはずなので。あと今日の10時からみちゅさんの卒業コンサートの一般受付が始まってます。こちらもお願いします。メールでは送ったんだけど、メールで送ったんですけど、
本当にセットリストがこれまでのみちゅさんの STU での活動もそうだし、卒業コンサートならではだったり、いろんなねセットリスト、いろんな演出がありますので、ぜひ見てほしいです。ぜひぜひぜひです。もうスペサポートファンクラブ枠が終わって今日から一般なので、あの優先、みちゅさんのファンの方優先でって思ってる方も全然もうどしどし応募しちゃって大丈夫だと思います。ぜひ。こんな感じです。座席待ってます。うん、めっちゃ見てほしい。めちゃめちゃに見てほしいです。あの曲とか、あのみちゅさんの卒コンだけど他のメンバーにも出番があるように考えてくださってるので、ぜひです。本当に見てほしいです。やってみたかったやつとかいろいろあのできるので、まあ、詳しくはコンサートが終わった後にこの曲やってみたかったんですよとか言えると思います。あとは体調に気をつけて過ごそうと思います。もうお仕事戻る時間、そうか1時だもんね。じゃあ私は1時半までしたら終わろうかな。1時半まで配信してお昼ご飯タイムをします。今日は何食べようかな。皆さんのお昼ご飯は何ですか。ちょっとパセルの家は電子レンジが壊れてて使えないので、どうしようかなって感じです。オートミールを作るにもフライパンを出して洗ってってやらなきゃいけなくてちょっと面倒っちいです。お汁粉、コロッケ定食美味しそう。鍋焼きうどん、パン、ガパオライス、多分うどん、目玉焼きとブロッコリー、はー、冷しゃぶ美味しそう、めっちゃいいやん。具なしカレー、おにぎり、半熟卵カレーパン、美味しそう。美味しいカレー屋さん見つけたの。もうむくむもの食べたい。酢豚唐揚げ弁当、ナポリタン、はあ、クロさんバラありがとう。食べたい。むくいまくるものを食べまくりたい。バク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 。左右、左右飲むの？左右さ、冷ましてる間にもうめっちゃ冷めちゃう。難しい、左右熱くなりすぎちゃう。お昼少なめです。わあ、我慢してるの偉すぎだよ。焼肉からのお好み焼き、やばめっちゃ焼くやん、めっちゃ肉じゃん、最高。ノブさん花びらありがとう。昼ご飯どうしようかな。悩みます。買いに行かなきゃ。そして今日はお家の掃除をします。お掃除お掃除、昨日散らかしちゃったから。昨日さ、明日着る服のファッションショーを一人でやっても散らかしまくったから、お片付けをしないと。ふえ、3食ちゃんと食べると食べ過ぎになるんで。そうだよね、3食さ食べてる人ってすごいよね。やっぱそうですよね、1日の摂取カロリーね。こんにちは、
マポスさん、団子、ミツさん、ハートありがとう。スプマンテさん、ハートありがとう。普通のさ、食生活、もう健康的な食生活してる人の生活を見てみたい。どんな風にエネルギーを消費してるんだろうって。めっちゃきのこさん、花宮、陣内さん、桜餅ありがとう。三食団子一日一食、朝は白、昼はピンク、夜は緑。こんにちは。えらい、三食えらい、えらい。お米食べたい、今。お米と今の気分はお米、焼き魚、焼き魚。桜餅はどっち派、どっち派とかあるんですか。桜餅にわからん派、あんこ食べれん派です。そもそもお餅あんま食べん派です。あ、でも桜餅お餅。しんいちさん、お団子、花びら、さとこさん、ハートありがとう。桜餅買ったことないかも、私。自分で食べたことはあるかもだけど、買ったことないかも。焼き魚の気分になった。今弥生軒か大戸屋の気分、完全に定食の気分になりました。お腹がペコペコです。ホッケもいいですね。でもサバか鮭かホッケかかな。グーグー鳴ってる。ご飯遅れって言ってます。海鮮丼、わあ、海鮮丼食べたい。食べたい。え、公式にアップされた？本当？ちょっと更新してみるね。じゃーん。お、本当だ。皆さん、ST48 の公式をご覧ください。3月20日水曜日祝日、イベントがあるそうです。出演者は千穂さん、あかりんさん、りこちゃん、あいこ、りおつんです。この5人ですね。5人のイベントがあります。ボボン。この場を借りて言いたいことがあるんだ。イベントって書いてる。本当にそう書いてるよ。この場を借りて点、言いたいことがあるんだ、びっくりマーク、鍵括弧閉じ、イベント、幕張メッセ、5時から5時20分だって。夕方ですね。ぜひ皆さんも何を言いたいのか、言いたいことがあるんだようらしいので、STU48 メンバーからファンの皆様にお伝えしたいことを発表いたします。また当日会場内には巨大掲示板が出現、その詳細も明らかにだそうです。言いたいことあるらしい。皆さん言いたいことがあるんだよ、やっぱりパセリは可愛いよ、言うてきてください。ハリーポッターメガドのひげおじさん、花びらありがとう。シーチさん、ゲームギフトありがとう。カズヤさん、スプマンテさん、ハートありがとう。お楽しみに。あなたの名前は何ですか？私の名前は尾崎セリカです。やばい、なんか犬のおまわりさんみたいな質問でワクワクしちゃう。尾崎セリカです。
よろしくお願いします。こんにちは。みずさん、ハートありがとう。いもけんぴさん、花びらありがとう。みんなイベント、明日、明日の、明後日か、明後日のレーンはまだ発表されてないので、また発表されたらお知らせします。何番レーンです。お楽しみにです。こんにちは。もう昼ご飯決まらん。でも焼き魚の気分。あ、シシャモでもいいかも。シシャモ、シシャモシャモシャモミシャモシャモ合わせてシャモシャモムシャモシャモ。明日はお話し会で朝昼晩って会場でお弁当を食べるので、今日は控えめにしとかないといけないけど、お腹がずっと悲鳴を上げてる。食べさせてよを言ってるので食べなきゃ。サタンさん、ハートありがとう。ね、誰が隣かな明日。予想はこの前沖さんだった。この前は沖さん、あかりんさんだったから、明日はマイキューさん、マイキューさん予想にします。誰かな。ししゃもの気持ちになったから、ししゃも買いに行こうかな今から。ちょっと眉毛を描いてないから眉毛がボソボソで恥ずかしい。ししゃもしゃもしゃもむしゃもしゃも。明日、緊張するな。なんかお久しぶりにお話し会、1ヶ月ぶりですかね。楽しみ。お腹が鳴ってる。やだ、グーグー。ブリ丼食べました。わあ、ブリいいですね。あ、お寿司の気分になったかもしれん。回転寿司。あ、確かにグッズ販売あるかな。でもありそうだね。ありそうだよね。そうだよね。生写真しかまだ発売されてないもんね。今月の袴。そうだね、本当だね。グッズあるといいですね。袴はこんな感じの袴グッズあるといいな。こんにちは。最初はちょっとループしてみる予定。もう計画立ててるの。よろしくお願いします。あの1時間目来る方ね、1時間目ね、どの会場でもみんなあのなかなかいなくて、どのレーンもだから、1時間目来てくださる方々、寝坊せずお待ちしております。2時間目の方も3時間目の方も全部の分の方お待ちしております。あの手荷物検査があるらしいけん、あの大丈夫なものだけ持ってきてください。危なっかしいものはお家に置いてきてね。 SSS さん、ハートありがとう。黒さん、小判ありがとう。待ってます。この前の広島の時は1時間目はもうギリギリ、もうやばい
会場まで来るのが時間かかっちゃってギリギリになっちゃったよって人がいて、で最後の6時間目はもうみんないなかった。もう関東だから帰らなきゃって言って帰って、広島の方とか関西の方が残ってくださってた。わ、6時間目に初めましてする予定、よろしくお願いいたします、待ってます。初めまして、わドキドキ、ちゃんと実物の方が可愛いよって言ってもらえるようにしっかりしっかりメイクして髪の毛も綺麗にしておきます。明日は欠席です。わかりました、じゃあまたオンラインで。ラストだよオンラインも、悲しい、早い、あっという間やん。今回のシングルのラストラスト、水道ってラストラスト、6時間目多めにした。じゃあ待ってるよ、パセリ締めしてください、パセリ納め。でも他の部も行かなきゃだから忙しいかもだけど、パセのレーンも待ってます。多分明日当日券使えると思うので、他のメンバー推しの方もぜひこの機会に一度お待ちしております、よろしくお願いします。うわ、あと15分ぐらい、ツーショット、ツーショット、よろしく、ツーショットも2時間目、ポーズは、ポーズおすすめは10枚目シングルラストだから10、あとはハート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 です。マポスさんラブレターありがとう。広島修羅場でした。それはもう仕方がなかったね、私とあかりんさんが並んでたから修羅場だったかな。ハート、他にハートあるかな、1ハート2個目ハートハート3個4個5個6個あとはでも悩んだら大体みんなこれです。これの注意点はこうやって作ると写真撮るときこう見えるから、こうちょっと前に倒すといいです。ちょっとこうクリッて手首を返しすぎたらこうなっちゃうけど、こうなったらもうちょっと乾杯しちゃってるので程よい加減で、あとはハート作るのもおすすめです。あとはあとハートしてこれ、これも結構います。これね、ファンの片側がこれでパセがこれ、たまに私がこれでさこうされるけど、あのどっちでもよろしいです、どっちでも大丈夫。あとは何ですかね、新聞にピースピースギャルピース猫ちゃんとか、猫ちゃんとか、あとなんだろう、あパセリのパ、カタカナのパ、こういうことね、こうパパと、あとはでも花だれの時はこれが多かった、花花でって人が多かったけど、今はみんなハートとかです。あとこれとか、君は何を後悔、後悔のポーズ、後悔、人差し指を
あの大好きな人のポーズと一緒。今回ごんべんさんバラありがとう。他のメンバーのポーズ例えば、えでもいるよ、うどんで決まりとか、クエスチョン、クエスチョン、イエ。あとは誰かメンバー、あパンいるよ、パンあのあやパンをしたのでパンでみたいなハートに見せかけてパン作ってる時ある。こうやって、あとクマ、さこちゃん推しが来たらクマとかです。結構何でも大丈夫。よろしくお願いします。ポーズね、よいしょ。レパートリーがない方はなんかネットで調べてきたりするらしいけど、あのね、ネットでめちゃくちゃ10個ぐらい調べてきてくださる方がいるんだけど、並んでる間に忘れるんだって。だからさ忘れちゃうらしいから、あんまりこれ覚えてこれ覚えてってしすぎたらピンチかもしれないです。もう並んで順番来た瞬間に全部飛ぶらしい。だから意味ないかもしれない。今の流行りポーズ何なんだろうね。2024流行りのポーズ。長吉さん花びらありがとう。何なんだろうね、これだって。ハート出てきた。あとこれだって。本当かな。今 Google に頼ってます私は。やっぱこれが多い。ハート、ほっぺハート、あと猫ちゃん、猫耳。あ、あとシナモン、シナモンとか多い感じがする。あ、ミッフィーとか、ね、よく見るやつだね。もし好きな曲、STU で好きな曲がある人はその曲名の振り、曲の名、曲名を言ったらその振りをやるとかでも良さそう。例えばサングラスデイズでとか、暗闇、うん、暗闇のポーズこれとか、なんかそういうのもありかもしれない。風を持つありがとうとか、うん、まあ覚えるの大変だよね。おすすめのポーズ例を貼り出しておいてほしい。できるのかな。確かにね、全メンバーのラインに貼ってあったら迷わないよね。今のブームはこれですよ。でも私的おすすめは10枚目だから10、3枚あるとかだったら STU とかだね。 STU、 アルテミスさんお団子ありがとう。楽曲春夏秋冬とか、春夏秋冬、春夏秋冬はこれです。桜の花びら、これ丸を丸作って OK ってして潰す、この花びら型が春夏秋冬のサビの振り付けのポーズ。サビとイントロかの振り、これです。ぜひ。こんにちは。そうだよ、これは桜です。サングラスデイズはサングラスです。
サングラスって言ってたの。これはサングラス、こういうこと、この違いです。まあ、確かに忘れちゃうし、じゃあハートしようよとか言われたら、じゃあハートでってなっちゃうね。流されちゃう。パセリよ。え、私がさポーズしてて何もしてないって時ある。じゃあとびっきり可愛いポーズお願いしますって言って、わかりましたとかってやってても、なんかファンの方なんか棒立ち座りみたいな、何棒座りなんて言うんですか、お利口さんに座ってて一緒にしてくれないんですよ。だから可愛いポーズお願いするときは一緒にこうやってしてください。よろしくお願いします。一粒の麦もしさん、お花見ペンギンありがとう。ペンギンちゃん、ね、してくれないんです、坊主割り。なんかちょっと坊主っぽいけど、坊主割り。そうね、服装にもよるかな。でも立ち上がるの NG って書いてた。 NG。 あーやばい、お昼ご飯の時間が来ちゃう。まだ決まってない食べるもの、もう買いに行く気力もない。どうしようどうしようどうしよう。天むすと味噌煮込みうどん食べてスタバでココア。何それ最高、最高メニューじゃん。天むす、天むす、天むすの出来立て食べてみたい。お弁当とかでしかないから。衣サクサクしてんのかな、出来立てだった。ファンが思いっきり可愛いポーズでメンバーが坊主割り、わいいね、そういうの好きですね。しょうさんお団子ありがとう。あきもさん花びらありがとう。揚げ鶏と魚フライ弁当、生姜焼き定食、はあ、定食を食べさせてください。私にも定食。エビがプリプリ、海苔はパリパリ、ご飯は、ご飯はもちもち、いいなぁ、私も食べたい。しんいちさん誰もありがとう。私の夜ご飯まだ決ま、夜ご飯じゃない、夜ご飯決まってない。食べたい、渡辺さん誰もありがとう。味噌煮込み、パちゃん、はい、パです、パと申します。ヤマケンさん花びらありがとう。ご飯はツヤツヤ、あーうわー美味しそう。白米食べたい、今白米と漬物食べたいです。今そう、今電子レンジ故障中だから、届いたらまた使える。わあしば漬けいい、しば漬けかイカの塩辛キムチとか、あとは焼き鮭、焼き魚。うん、お米食べたいです。わあ福神漬けとかもう最近全然食べてない。福神漬け好きです。電子レンジまだ20日に買います。ポイントが貯まるので、ポイントが貯まるんでね、20日に買うよ。まだ今日は19だから明日買います。買うやつも決めたよ。
でもドキドキする。本当にそれでいいのかって。悩むな。やっぱ直前に変わりそう。って。人生さん、ハートありがとう。悩んじゃう。家電たちは一線で壊れるのでご注意。何それ、仲間意識強すぎるやん。冷蔵庫壊れたら私ちょっと無理かも、困っちゃうかも。電子レンジ、でも洗濯機も困るよね。私洗濯機が壊れたことあって、3年ぐらい前に壊れちゃって、それであのコインランドリーに行ったもん、重たい抱えて。洗濯機ね、一番困る。テレビはまださ、あのスマホとかでも頑張れば見れるじゃん、 TVer とかで。テレビはまだいいけど、まあ良くない。あ、時計も困りますね。私の時計全部ずれてるからね、時間わかんないんだよね。スマホ見るしかなくて、あの調節してもね、すぐ来るの時計が。お腹が鳴ってる。レコーダー壊れて取りだめしてたのが全部消えた。最悪、それは最悪だ。やばい、私相棒2話からずっと見てないから、2話から最終話まで全部入ってるし、チトチャレとかそういうやつも全部入ってるし、困っちゃう。冷蔵庫困る。でもパセリンちゃん今ね全然入ってないですね。ちゃんと計画的に、このお仕事があるってことはこの日はお泊まりだから今食材買わないでおこうみたいなので、だいたいスカスカです。卵が買えない。卵ちゃん今はあのリハーサル期間だから、卒コンのなのでね、卵が買えない日々です。そう、リハの時はだいたいお昼休憩とかコンビニご飯だから。うわー、お腹空いた。いや、そろそろ終わり時間ですね。終わる時間が来る。え、娘たちの小さい頃の写真のハードディスクが全部壊れて全部パイになった。それは悲しい。やっぱさ、思い出って頭に残すしかないのかな。でも忘れちゃうよね。それでも写真見て思い出すことってあるじゃん。確かにこういうのあったわみたいな、懐かしいって。じゃあもう撮った写真はデータだけじゃなくて現像する、でアルバムに入れる、そして脳みそにも入れる、あとスマホにも入れる。あ、つら、悲しいね。ショックですね。いや、私最近物忘れ激しいからね、写真とか大事だもん。いや、そうなんだよね、見返さないよね。見返すことがない、なかなか写真とか。そして私はあのメールで2023年の振り返りをさ、1月から始めたけど、まだ1月で止まってるのずっと、あっ、っていつもお風呂入るときに思い出す。あっ、って振り返り1月で止まってる、明日送ろうって、また1日経ってまた忘れた、あ、また送らなきゃって言って、一応覚えてはいるのにね。え、1月の21日ぐらいで止まってる。やばい、そうよ、追い越しちゃったよ。もう3月末だもん今。3月末、そうだよ。みんなもきっと忘れてるんだろうなって、覚えてる人がいても言わずに言ってくれてるんだろうな、優しいなと思っていつも思ってます。忘れてた？本当？じゃあ
ちょっとまたぼちぼち再開していきますね、のんびり。ちょっとさ、1月がさ、去年の1月が詰め込まれすぎててあ、これをこれをって。でもそれはとってもいいことよね、いろんな活動があったっていうのはね。PR 舞台関連とシングル関連の贈るものがいっぱいあって、じゃあ去年の振り返りをまたぼちぼち始めたいと思います。ではパセはお昼ご飯タイムに行こうかな。腹ペコです。もうお腹がグー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 となってるから。皆さんお昼時間終わってるのにお付き合いありがとうございました。ありがとう、見てくれてこの時間に。うん、いっぱい食べます。お米が食べたい、ししゃもも食べたい、買いに行かなきゃいけません。では壇上いきます。13位 A ちゃん、12位陣内さん、11位渡辺さん、10位みつさん、9位みっちーさん、8位いもけんぴさん、7位アルテミスさん、6位しんいちさん、5位しんちゃんさん、4位かめさん、3位スプマンテさん、2位一粒の麦もしさん、1位マポスさん、ありがとうございました。じゃあ皆様また夜配信で会えた、夜配信で、夜配信で会えなかったらまた明日です。またこの後メール送るので、メール取ってくださってる方はメール読んでください。では午後も頑張りましょう。見てくれてありがとうございました。またね、バイバーイ。